これは何でしょう地図やね。日本の地図です。みんなが住んでいる国。日本の地図です。この中でみんなどこに住んでいるんでしょうか。までもこれは社会の動画ではないので算数の動画なのでこの日本から数字を取り出してみましょう。日本の人口これは実は前も出てきたことがあるんやけど 日本の人口ってどれくらいか知ってる人口っていうのはこれ老じゃないで口ね漢字の口って書いてこうって読みます日本の人口はこれは日本に住んでいる人の数やねどれくらいの数なんでしょう1万人ぐらいかなもっと多いよねどれくらいでしょうちょっとこれ読んでみてください最後の方は少し省略している数になるんやけど 2015年の時点でこれだけの人が日本に住んでいるそうですめっちゃ多いねちょっと数えてみると分からへんね位を1の位1101001000万ここで万の位ですまあ10万100万1000万1000万の次何か覚えてるかな一回出てきたよね億です1000万の次は億の位でした つまりこれを読んでいくと置くと言葉が変わるところで切るんやね。万のところで切ります。こうです。一億二千六百五十七万三千人。一億二千六百五十七万三千人の人がこの日本には住んでるんです。めちゃくちゃ多いね。 めちゃくちゃ多いねもう1億とかどれくらいかは全然想像できませんただ日本これでも人口は世界一ではもちろんないんですもっとたくさん人が住んでいる国があります今日はそんな国の人口を見ていきましょう大きな数をさらに見ていきたいと思いますこれここに書いてあるとおり世界地図ですそして世界でも人口が多い 一番多い5つの国の国人口を数字で書きました。すごい数字が並んでるねこの国それぞれどこか分かるかなその国がある場所の近くにこの数字を置いてるんやけどそれぞれどの国か分かるかな順番に見ていきたいと思います少ない方から行こうか,世界で5つあるから これでもめちゃくちゃ多いね世界で5番目に人口が多い国はどれかって言うとこれ1から始まっているけど1つ桁が大きいよねなので2から始まっていてこれねこの国が世界で5番目に人口が大きい国です何人の人が住んでいるかって言うと1101001000万 万って書いとこうか。10万、百万、千万、一億。二億いるんやね。日本の二倍とまではいかないけど、それぐらいいます。あ、ここ、奥やね。ごめんごめん。奥の人がいます。それじゃこの数、ちょっと読んでみようか。奥と万のところで区切ったらいいです。なので、二億七百八十四万八千人の人が住んでいます。 2億万人人の人が住んでいる。この国はこの国ですどこかわかるかなブラジルです実はあのサッカーで有名なブラジルが世界で5番目に人口が多い国になるんやね人口が大きい国になりますそれでは次4位はここやねブラジルより少し 5000万人ぐらい多い国です。一、十10、百100、千、万、万、十万、百万、千万、二億、やっぱり二億あるね。読んでみましょう。どれくらいの人口かというと、二億五千七百五十六万、四千人の人が住んでいます。これはちょうど日本の二倍ぐらいの人が住んでるよね。これはどこの国かっていうと、 みんなんこの国は聞いたことないかもしれないここにある島国インドネシアという国ですこの国はしばらく前までは全然発展してなかったんやけどこの10年とかの間にすごく人口も増えてたくさんお金も稼ぐようになりました大きな国の仲間入りをしてきましたインドネシアですそれでは次この2つはちょっと多すぎるのでここやね この国はみんなも知ってるんじゃないかなアメリカです。アメリカが世界で三番目に人口が大きい人が住んでいる人が多い国になっています。えどれくらいかっていうと、一十百千ここでまあ10万、百万、千万、億円ね。なので、どう読むかというと、三億二千百七十七万。 人人の人が住んでいますうんすごい多いねやっぱりアメリカは大きな国ですけどそのみんながよく知っているアメリカの4倍ぐらい人が住んでいる国があるんやねめちゃくちゃ多いんやね1位に世界で人が住んでいる人口が多い国1位2位を確認してみましょうこっちのが多いねこっちが少ないねなので2位から 一、十、百10、千100、万。万、十万、百万、千万、一億。次は十億のくらいになります。万の時と同じように億でまとめて読んであげます。なので、十三億、千、百、五万、千人の人が住んでます。この国には。どこでしょうここの国です。 カレーが有名です。インドです実は世界で2番目に人口が大きい国たくさんの人が住んでいる国はインドやねんなそして世界一この国はこれと暗い一緒やねなのでこうです13億7604万9000人の人が住んでいますこの国はお隣の中国です 実は中国が世界で一番住んでいる人が多い国になっていますすごいね13億人やから日本の10倍以上やねもうめちゃくちゃな人数がいますそして中国とインドを足すと20大体6億26億7億人ぐらいやろ実は世界の4人に1人ぐらいは大体中国人とかインド人の計算です 中国とかインドにに住んんでるる計算になやね。ものすごくこの国が大きいのが人口で見ると大きいのが分かりますものすごい人の数ですこういうふうにまあでもこれは社会じゃなくて算数の授業なのでこういうふうに奥より大きい数っていうのをもちろん表すこともできるんですそしてその場合は奥の部分でまた切ってあげます なので、例えば、そうやね、ここの部分だけ増やしてみようか。適当な数で書きました。例えばこれ、さすがにこんな人はいないので、円にしようか。お金にしたいと思います。これ、いくらですか、読んでくださいって言われたら、1、10、100、1000、万。万が一つの区切りになります。10万、100万、1000万。 ここが億になるんやね。なので、なんとかなんとか億、なんとかなんとか万、三千円って呼んであげたらいい。呼んでみよう。八千六百三十二億、二千六百五十七万三千。こういうふうに呼んであげます。なので、このよういう四つの数字ごと、一十百千、一十百千、一十百千、